なんかさっきサマリーさ、うん、サマリーのさ一番初めの時なんかテントみたいの、うん、ジャンプでやった時のテントみたいなやったじゃん、うん、でなんかリハーサルとかやっててさ、うん、でまあなんかこれもうみんなジュニアとかでさ、うん、じゃあみんなこれ食べてっていう感じでなんかさいろんな食料がさ、うん、あの置いてあってさ、うん、でもリハーサルやらな呼ばれたら行かなきゃいけなかったりしてさ、うん、リハーサル行ってさ、うん、それでさ帰ってきたらさ、うん、もう本当にあんまり出番がない子たちがもうほとんどもう全部食べちゃっててさ、うん、それを見た慎太郎がめちゃめちゃキレてたの。慎太郎めちゃめちゃちっちゃいあの慎太郎がなんでないんだよ。わあなんで全部食べちゃってる。森本慎太郎ね。今あんなガタイでキレられたら怖いけどさ、めちゃめちゃ可愛かったな。慎太郎があんなキレるんだみたいな。しかも慎太郎そうでしたもん、自分でうまくそういうの作れてなかったと思う。なんかいろいろ。そのカップ麺とかさ、あ、そうだよね、なんかね、うん、多分作り方分かってなかったよ、確か。今じゃ考えられないもん。教えてあげてたもん、なんかみんなで。ガッチガチのもん。ねえ。うん。大ちゃんとかもどうです。大ちゃんとかも一発で KO されてる。なんでさ、すぐ戦わせんの。すぐ戦わせなくてよくない。この間そんな話してたよ、ね。よく言うけどそれ。でも体重違うから。あ、そうだね、ちゃんとウェイト合わせないとね。階級違う、多分。うん。